参加という曲でした。この歌は初めてキッズライブに出させていただいた時に初めて歌わせていただいた歌で、とても緊張したのが心に残っています。それではちょっと一口水をいただきます。ございます。続いての曲は、アナと雪の女王の松たか子さんが歌うレッドイットゴーです。よろしくお願いします。皆さん花粉症ですか？私ちょっと花粉症で、ちょっと花粉がねすごい舞ってて、ちょっとまあ歌いづらいっていうか喉がガラガラなんですけど、頑張りたいと思います。ありがとうございます。続いての曲は、ゆうりさんのドライフラワーです。よろしくお願いします。I'm not afraid to die.
じゃなくていいね。余裕もない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のこと笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。よかった。もう泣かされることもないし、私ばかりなんて言葉もなくなった。あんな悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ日にはちゃんとうまくやれているのかな。となってしまいました。最後の曲はですね、プリンセスプリンセスさんのダイヤモンドという曲です。よ
よろしくお願いします。歌い切れてとても嬉しいです。私伊藤ココナと申します。ツイッター、インスタグラム、TikTok もやってて
そこに次のライブの出演情報とかも書いてあるので、ぜひフォローしてください。本日は誠にありがとうございました。